こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーの米粉と黒ごまなどを使って黒ごま米粉マフィンを作ります。黒ごまは血液サラサラ効果、老化予防が期待できます。そして黒い皮の部分にアントシアニンを含むので疲れ目予防や美肌に役立ちます。そして米粉はダイエットによくコレステロールを下げる効果も期待できます。ですから今回作る黒ごま米粉マフィンは美肌健康ダイエットによりヘルシーマフィンとなります。材料も7つだけでとても簡単に作ることができます。注意点や応用方法も話していますので最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の説明をしたいと思います。はい、こちらが黒ごま米粉マフィンの材料となります。この7つだけで作ります。まず最初は黒ごまですね。黒のすりごまを大さじ1杯ボウルに入れます。そして次は米粉ですね。米粉を大さじ5杯ボウルに加えます。そして次はオートミールですね。オートミールはインスタントタイプがいいです。オートミールを大さじ1杯ボウルに加えます。そして次は砂糖ですね。今回はきび砂糖を使います。他の砂糖でも大丈夫です。小さじ1杯ボウルに加えます。次は太白ごま油ですね。こちらは加熱に強くて、癖がないオイルでしたら他の油でも大丈夫です。太白ごま油を小さじ1杯ボウルに加えます。そして次は豆乳ヨーグルトですね。今回は手作りの豆乳ヨーグルトを使います。この豆乳ヨーグルトは豆乳から簡単に手作りすることができます。作り方は別の動画で詳しく話していますので興味がある方は概要欄の方で確認してみてください。普通のね、市販のヨーグルトを使っても大丈夫です。ヨーグルトを大さじ3杯ボウルに加えます。最後にアルミ不使用アルミフリーのベーキングパウダーを小さじ2分の1杯ボウルに加えます。材料すべてをボウルに入れたら滑らかになるまでゆっくりとよくかき混ぜます。こんな感じでとろっとした感じで綺麗に混ざったらクッキングシートを敷いた型4つに均等に分けて入れます。はい、こんな感じで4等分して型に入れたらオーブン180度で10分間焼きます。焼き上がった後も余熱を使うのでオーブンが冷めるまでそのまま放置します。では180度10分間で焼いていきたいと思います。こんな感じでとっても美味しそうに焼き上がっています。1個ね、半分に割ってみたいと思います。触るとふわふわしています。ふわふわしてとても美味しそうです。少しだけ食べてみたいと思います。とってもとっても美味しいです。香ばしいごまの香りと少しね、甘さがある生地がこうふんわり柔らかくてしっとりもしていてとっても美味しい黒ごま米粉マフィンとなっています。ここで注意点を話したいと思います。この黒ごま米粉マフィンは保存料など使っていません。ですから冷蔵庫保存で作った次の日までには食べきってください。次の日も食感とかは変わりますが美味しく食べることができます。もしそれ以上保存したい場合は冷凍庫保存で1ヶ月以内に食べるようにしてください。美味しいからとね、食べ過ぎるとお腹が緩くなる可能性があります。食べ過ぎには十分に注意しましょう。そして応用方法も話したいと思います。今回は米粉とオートミールの割合を5対1にしましたが2対1や1対1でも美味しく食べることができます。どれもね、食感とか味わいが変わってきますが、それぞれの美味しさがあります。自分の好みの割合にするといいです。米粉だけにしてもいいんですが、そうすると出来たては美味しいんですが、次の日がね、ちょっと生地が硬くなるので、その場合は冷凍庫で保存するようにするといいと思います。そして今回は黒のすりごまを使いましたが、白のすりごまを使っても美味しいです。それから、砂糖を今回使いましたが、砂糖を使う代わりにレーズンなどのドライフルーツを細かく刻んで加えても美味しいです。応用もいろいろできてとっても簡単で美味しいです。美肌健康ダイエットに良いので、ぜひ作ってみてください。黒ごま、米粉、豆乳ヨーグルトの詳しい効果やその他の応用方法につきましては、ブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄の方で確認してみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご質問やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。
またねー。